クエリエンジンですけども、クエリをじゃあどうやって利用して利用できるかといった使い方です。一番使いやすいのはアナライザーと呼ばれています。これディープシーの一切と同じものです。後ほど見せます。で、2番目がリザルトセット、先ほどご紹介したものです。で3番目が、ターミナルから実行するシェルです。ちょっと右下に、ちょっと出してるんですけども、SQL にシェルというのがありまして、ターミナルから実行できたんですけども、それだと MDX1 です。あるいはこのシェルの機能を、グミで行うためのクエリーというのもありますので、それで実行して、自分の資源が取れるかを試すということができます。で、パフォーマンスに関しましては、いくつか仕組みを用意しています。で、複数階層ゾーンキャッシュにより大規模データモデルをサポートします。先ほど申しましたように、セル単位でキャッシュしたり軸単位でキャッシュしたりリモートでキャッシュしたりいろんなことをしますので、再利用できるものがあればそれとも使って、速度を速めるという試みをしています。で、冒頭にも申しました通り、マルチコアを使います。大きいクエリが与えられたときに、可能な限りそれを分割しまして、複数のコアを使って、パラレルで実行して、結果を最後、アグレートとして表示するということをしています。あるいはデータモデル、データソースの更新をするための軽量な仕組みといったものを提供しています。元のテーブルの値がアップデートされましたというのを、当然 DeepC のエンジンに知らせなきゃいけないんですけども、そのために使っている構造は非常に軽量な軽い仕組みになっています。で、 UI に関しますと、分離しましたというのは前科しました。これちょっと繰り返しからも変わるかもしれません。で、3つ目のパーツ、ポータルですね。こちらが、ユーザーさんにお見せするアプリケーションの、顔の部分登場するものになると思います。ダッシュボードでフォントといったものをですね、アナライザー使って、保存しておいたピボットをその、ビジェットに食わせることで、それが可視化されて表示されるような仕組みです。ここは同じようにお見せします。構成ツール、これもですね、ディープシーの第一世代とほとんど変わってないです。ダッシュボードと呼んだものがユーザーポータルが変わっただけで、機能的な過不足といったものはないです。で、使うときに、行う作業というの、あるいはその作業の流れといったものも、大きな差はないです。スキーマ定義から、モデル、分析用のモデルを作成して、で、それをアナライザーで持っていろいろ分析。いうことを繰り返すうちに、こういったモデル定義というのは、これはいらないということで、どんどんモデルを宣言していきまして、最終的に分析上で非常に有用なものが見れる、分析軸を見つけることができましたら、それをピボットとして保存していく。それをポータルから呼び出して、ユーザーに可視化していくという流れになります。で、こちらがまずアーキテクトの画面イメージです。こちらは後ほどお見せするので、飛ばします、ね。で、アナライズはこんなです。ケーブルチューブがステーダーになります。ここが。で、まずデモなんですけども、こんなデータ構造があります。で、トランザクション系のアプリケーションで使っているデータ構造、ホールフーズという穴の開いた食べ物を売り買いしている、オンラインショップの、データ構造です。で、実際どんなエクスパンスが入っているかといいますと、例えば、真ん中にありますこちらのテーブルが、メインというテーブルです。いわゆるトランザクションデータです。で、ここからいろんなマスター系のデータ参照してまして、ここには例えば、売りがいつでしたようですとか、いくつ売りますよとか。で、その参照先にはプロダクトで、例えばドーナツです。で、カテゴリーとしては、そんなにおかしいですということが入っています。あるいはこっち行きますと、どこで売れたかです。アウトレットですが、
で、まあ、場所は、まあ、東京という町でした。でそので、まあ、それはどこで撮ると、この国っていうテーブルを見てて、まあ、それはジャパンですけど、ジャパンはどこのリージョンですかというのは、まあ、どこのリージョンというテーブルなので、それはアジアですかという構造になります。でこれをですね、まあ、分析対象のモデル化するんですけども、まあ、これ色分けしてあると、何をどういうふうに対象と対応させたかというのになります。でまずメジャーというのは、集計する対象です。それを合計したり平均値出したり最大値出したり、そういった数値がこのメジャーで緑色になっている部分です。でここでは、まあ、いくつ売れたかというユニットソルトというのと、これアマウントオブセール、まあ、いくらだったかという2つをメジャーにしています。で残り青い部分、あるいは濃い青い部分というのは、ディメンジョンと言われるものでして、いわゆる分析軸です。縦軸を、例えば製品のカテゴリーにして、横軸をリージョンにするということによって、まあ、2つの軸を指定しましたので、まあ、2次元のテーブルをかけます。そういったピボット作るときに指定する軸を、まあ、これくらいの数用意しています。でまあ、キャッシュのテーブルですので、ちょっとポータルで中を見てみたいと思います。例えば、プロダクトテーブルですと、まあ、4種類なんですけども、まあ、カテゴリーがあって、で商品の名前、まあ、ドーナツがあったり、ベーグルがあったりとか、穴開いた食べ物です、まあ、そういったものが並んでいます。で、単価がいくらですとか、あるいは SQ が何がするかといった情報が入っています。まあ、同じようにもう1個ぐらいこっちがトランザクション系のテーブルですね。こちらが一番で検出するというか分析の事業だったら、ごめんですね、分析の対象になってくれたので、こちらがずらーっと入っているというイメージです。でこちら新しいポータルの、インターフェースになります。で午前中、ロバートが出てきました。こういう場面になってきます。で今 DeepSea しかボタンないですが、これがですね、その下にずらっとアンサンブルではアンサンブルの機能、キャッシュの機能といったものがずらっとなるようなインターフェースに変わってきます。今は DeepSea としか出てないので、DeepSea しか出てないです。でまずアーキテクトというのを選びますと、こちらがそのデータモデル、分析のデータモデルを行うためツールの画面のイメージです。こちらに出てますのは、先ほどご覧いただいたキャッシュテーブルの定義そのものです。ですので、ベースになるトランザクションというテーブルがあって、そこから参照する形でアウトレットとかプロダクトを持っています。でさらにその下側には入れ込んだってカントリーオブジェクト、カントリーオブジェクトはさらにリージョンオブジェクトになります、というような、まあ、入れ込んだ形です。まあ、これが、まあ、我々のところの複雑な構造というものと言える。で真ん中にありますのが、その分析の対象の軸として定義したものでして、例えばですね、新しいのを作りますと、新しいチューブを作ります。で、ベースになる程度何したいですかということで、まあ、トランザクションというチューブを選んで、OK をしますと、